こんにちは、ガッツパー水垣です。今回はシャンクに悩んでいる方にアドバイスをさせていただきたいと思います。まずシャンクというのはどのように起こるミスヒットかというと、このようにボールがクラブの根元、ネック側に当たることによってボールが大きく右方向へ飛んでいってしまいます。このようなネック側に当たるミスヒットというのは、最初にアドレスで構えた位置よりもクラブヘッドが遠いところを通ってくると、このように根元に当たりやすくなってしまいます。このようなシャンクというミスはラウンド中に1回でも出ると次のショットからボールに当てるのを怖くなってしまって恐る恐る振るようなスイングになってしまいます。これは僕も昔経験がありますので気持ちとしては非常によくわかります。ですので今回はこのようなシャンクに悩んでいる方にぜひ直していただいてスコアアップにつなげていただければと思います。ではまずそのようなシャンクになる方の中でも多く見受けられる動きというのを一度ご説明します。シャンクになりやすい方というのは切り返しからこのような形で手元自体が遠回りして降りてきてしまう。後ろから見るとアウトサイドインのような軌道で遠いところから降りて根元に当たってしまうという方が非常に多く見受けられます。今回はこのような方にしっかり動きを修正するようなドリルを一つご紹介します。ステップとしては2つあります。1つはまずトップスイングでクラブをこのように持ちます。いわゆる出前持ちのような形です。シャンク、先ほどの手が遠回りしてしまう方というのはこの時点で右肘が外を向いて開いてしまう、このようなバインダーを持つと落ちてしまうようなトップになってしまっている方が非常に多いです。ですのでこの時点では出前持ちのような形を作っておきます。そうすると右肘というのは地面の方を指します。そして2つ目のポイントとしてはこのような出前持ちの形を作ってそのままその肘の向きのまま下ろしていきます。トップの出前持ちの肘の向きのまま下ろしていきます。この2つのポイントになります。練習の順番としてはまず今ご説明したようなトップを作って、でそこから下ろしてくる、この一連の動作を右手の片手打ちで練習してください。最初はクラブを右手1本で支えるのは少し厳しいという方はちょっとクラブを短く持って左手でこのように右手の肘の下に通して支えを作ってあげると振りやすくなります。では1回打ってみます。この状態でまずトップで動きを一度確認します。出前持ちの形を作ってその肘の向きのまま下ろしてくる、形を作ってそのまま下ろしてくると。これを何回か繰り返して動きが分かってきたら次に両手で持っても同じように打ってみてください。両手で持っても先ほどのトップの出前持ちの形を作ってその右の肘の向きのまま下ろしていきます。出前持ちの形を作って
下ろしてくると。そうすると、もう一度おさらいしますと、シャンクになってしまう方、その中でも手が遠回りをしてしまう方というのはトップで肘が外を向いてしまう、このように右脇が開いてしまってそのまま下ろしてしまうと、最初に構えた位置よりも、遠回りをして降りてくることになって、ネックに当たりやすくなります。ですので、トップでまずは、このような出前持ちの形を作ってあげる。右肘が地面を刺した状態です。この形を作って、その肘の向きのまま下ろしてあげると。トップの出前持ちからそのまま下ろしてあげる。この2つの手順を、しっかり守って練習してみてください。これでシャンクに悩んでいる方、この練習方法で、しっかりシャンクを直していただいて、スコアアップにつなげていただければと思います。今回もこの動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。